コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私コンビニ社労士の安さやかです。今回で129回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。今年に入ってから生放送の頻度を増やしておりましたが、今回は私が9時から、いや9時まで用事があるということで、保険をかけて今回は収録放送とさせていただいておりますことをご容赦ください。収録放送でも生放送と同じようにゲストの方をお迎えして、できる限り一人でずっとね1時間を語るということではなく、本当にインタラクティブにラジオを発信していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆様引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。さて、2月ももう末になりました。次回の放送は3月に入ってくるわけなんですけども、私自身のちょっとしたご報告として、今社会保険労務士法人の役員を務めているんですが、2月末でその役員を退任しまして、3月1日からリテールクリエイト社会保険労務士法人という法人を立ち上げる運びとなりました。実は今その準備を進めている段階で、またこれまでのお世話になっているお客様への対応なども含めて現在その対応をしているところです。ですので通常の業務に加え、そういったイレギュラーな対応手続き等々が発生している関係で、なかなか時間のやりくりがですね難しくなってきているなというのを感じます。でちょっと1時間ミーティングをするだけでたくさんの方からご連絡をいただくケースがあって、最近は電話もなんか多くて、なんかもう結構しっちゃかめっちゃか状態になっております。メンタルの面で言うと、この2月に入ってから私なんかかなり鍛えられたなっていう感じがあって、でそれは何でかと言いますと、2月に入ってからというものの、いろんな外的の要素に悪く言うと振り回されてる感があってですね、少ししんどかったんですよ。あと自分で招いたこともあります。基本的には自分が全部選択をしている結果でしかないんですけど、一番メンタルがやられたのは歯が欠けたことですね。歯が欠けちゃったんですよ。左下の奥歯の歯が。これは硬いものを食べてる時にガリッと欠けてしまったということで、歯もだいぶ弱くなってきているようなので、これ滑舌とかね仕事にも影響しますから、また明日歯医者さんに行くんですけども、治療をしっかりとやって健康な状態にして、健康とはもう言えないな状態なんですけど、できる限り健康な状態にして、それをキープして毎日を過ごしたいなと思っております。で、2つ目のそのメンタルが鍛えられたきっかけとしては、昨日24日にちょうど事務所の、新しい事務所の契約をいたしまして、で、その前に、まあまあな金額を振り込みしております。で、これも一つの投資だと思って、かなり今回いろいろ駆使しまして、なんとかね、納金納めることができたんですけど、納金っていうのかな。はい、振り込みができたんですけど、もともと2月中旬に、入居予定というか入居ができますよって書かれている物件だったので、2月1日その前の会社さんが出ていった直後に速攻で内見させていただいて、あ、もうここに決めたということで契約を進めていたんですが、審査は降りたものの、水漏れのね工事をしなきゃいけないということで、急遽そういう話がまとまって、3月の15日以降じゃないと入居ができないということになってしまったんですよ。で、この関係で残念ながらっていうわけじゃないんですけど、3月1日から新しい法人がスタートするものの、オフィスが使えるようになるのがなんと3月15以降ということで、14日間はリモートワークになることになってしまいました。なんかいきなりスタートから不安定な状態でスタートをするので、私としては怖いなと思うこともあるんですけど、これもね一つの試練だと思って、14日間なんで言うてもしっかりと乗り切ってやっていきたいなと思っております。スタッフの方もねいてくださって、本当に準備に
いろいろと裏で動いていただいているので、感謝の気持ちしかございません。嬉しいですね。なんで、もう一つ一つ報いていきたいなと思います。やることもたくさんありますけど、みんなで健康に頑張っていきましょう。新型コロナもね、なかなかオミクロン株の感染者数が減りませんけれども、ガンとこう減る感じでもないですし、今世界情勢でいうとね、ロシアがウクライナに侵攻しているということもあるし、もう本当に今これからまたまた世界はどん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 変わっていくんだろうなというのはあるんですけども、私自身も私の周りの方もどんどん変化が起こっていて、それがいいとか悪いとかではなくて、変化を楽しめる、それぐらいの心の持ちようでやっていきたいなって思います。変わることはもう仕方がないことだと思って、じゃあその変わるっていうことに対して一体自分はこれから何ができるのか、そういう視点で生きていくとすごくワクワクするなと思うんですよね。何の話かっていうと、楽しくいきましょうということです。この番組はウィークリーコンビニラジオというラジオですので、コンビニ業界に関わる方、そしてコンビニが大好きな方が聞いていただいて、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております。 FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmギノワン.com、 もしくは私コンビニ社労士安生香のツイッターを検索フォローいただき、ダイレクトメッセージから送っていただけますか、もしくは私の会社コンクリ株式会社、ひらがなでですね、コンクリ株式会社のお問い合わせ欄からお問い合わせをいただけますと嬉しく思います。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。さて本日のゲスト、この後 CM で対談をお届けいたしますが、ジョー先生という方をゲストにお迎えしております。ジョー先生は生命保険の営業もされている方なので本名が出せないんですけれども、その傍らでお子様たちに対して保育園や幼稚園などでお金の教育をしていらっしゃるという活動をされている方です。今日はそのお金の教育の大切さについてお話を伺いました。このラジオを聞いてくださっている皆様もお金大好きだよっていう方多いと思います。でも日本は金融教育なかなかされてきておりませんでした。これからね、学校にも金融教育が取り入れられていくということなんですけれども、かなり世界に対しても遅れを取っているのが今の日本の金融教育です。ですのでそれをどうやってもっともっと多くの人にお金というものを知っていただくのか、経済の流れを知っていただくのか、そういったところの取り組みについてお話を伺っております。ぜひこの後の CM もの後もお聞きください。では CM です。コンビニ社労士安生香のウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖札バター、うん、美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角茶炭店、好評営業中。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは
天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーム。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。それでは本日のコンビニラジオゲストの方をご紹介いたします。ジョー先生です。こんばんは。どうもこんにちは、ジョー先生です。こんばんは。はい、こんばんは。朝でも晩でもこんにちはなんで私。あ、そうなんですか。はい、素晴らしいですね。いつでも明るいということですね。そうですね、ありがとうございます。はい、ということで本日のゲストはジョー先生です。はい、さあジョー先生って一体誰やねんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、実はコンビニラジオのご出演は2回目なんですよね。そうですね、はい、前回が調べたら10月8日。お、去年の。はい、あ、そうだったんですか。去年の10月8日だった。すごい、ちゃんと調べてくださってありがとうございます。はい、そうなんです。ということは2ヶ月違う4ヶ月ぶり。はい、4ヶ月以上ぶりですね。ちょっとぶりです、ね。はい、あら、ありがとうございます。再び戻ってきてくださって。戻ってまいりました。ご無沙汰します。はい、ご無沙汰しております。でも本当にお話しするのもご無沙汰ですもんね。そうですね、もうなんだろう、同じぐらいくらいの勢いですね。うん、うん、そうですよね。いや、きっかけがもともとリンクトインという、はい、SNS でお声かけをいただいて、うん、でご職業 の, その前職が私と同じで、わーと思って、ファミマと思ったのでこれはもうなんかいろいろおしゃべりしたいぞっていうところからスタートしたんですけど、最近またね、なんか前職ファミマですっていう方、私お会いして、うん、なんとその方がジョー先生と同じところで働いてたっていうじゃないですか。らしいですね。びっくりじゃないですか、それ。ね、だからもうすごい驚きまして、その方もね、またあの今仕事変えていらっしゃるんですけど、なんかこれもまた何かのご縁だなと思いまして、まあ、今回再びお声かけさせていただいた次第です。いや、もう本当ここに帰ってこれて嬉しいですね。あ、本当ですか。はい、こんな風に言っていただけて、いつ出してもらえるんかな。困ってました。あ、本当に。申し訳ないですね。しかもね、今回、ね、はい、はい、いや、収録になっちゃったので、はい、またね、近いうちに生放送で、はい、はい、ぜひ金曜日の21時開けていただいて、私がちょっと今週が金曜日の21時開けられなくて収録になっちゃうんですけど、今年に入ってからほぼ生放送してるんですよ。そうだったんですね。そうなんです、はい、やっぱ収録にしちゃうとなんかなんていうんですか、ライブ感がなくなっちゃうから、うんうん、ライブのいいところって特にこの沖縄の、まあ、ギノワン、はい、FM ギノワンは、はい、ツイキャスライブっていうのをやってまして、そこにリスナーさんが書き込んでくださるんですよ、コメント。で、生放送だとそれができるので、あ、だったらやっぱり生放送やった方がいいなって思って、今年に入ってからは頑張ってこのコンビニラジオのファンを増やしたいという思いでやってるんですけどね。はい、今回は、いいことですね。はい、申し訳ないことにちょっと私がその時間お仕事なので収録です。あ、そう、しょうがないです。しょうがないですね。なんでまた改めて生放送でも出ていただきたいんですけど、はい、じゃあジョー先生の最近の活動やお仕事を話せる範囲で構わないので、こんなことやってます、はい、こんなことハマってますっていうのをぜひお聞かせいただきたいんですけど、いいですか。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。多分なんかあれですよね、4ヶ月前だと何でしょう、ちょっと保険のファイナンシャルプランナーやってますっていうような感じの話しかしなかった気がするんですけども、うん、あの実はですね、それもあのジョー先生っていうのもあるんですけども、はい、あの某ですね、あの一般社団法人で子供にお金の素晴らしさを伝えるっていう活動を実はやってまして。お、大事、はい、お金と
ありがとうは交換するものっていうものですね。日本全国で500人以上かな、今もっといるのかな、で活動している中の一人で講師をやってるんですよね。あ、そうなんですね。はい、だからその大人の人たちの生活を、お金を通じてお手伝い、助けるという言い方はちょっとおこがましいですね。お手伝いをして、より豊かな生活につなげるっていうこともやってるんですけども、はい、お子さんがしっかりとこの厳しい世の中を生き抜いてもらうためにしっかりと早いとうちからお金っていうのはすごい大事なもので、ありがとうと交換できるすごいものなんだよっていうのもしっかりとですね、お伝えしているような活動をしてます。はい、めちゃくちゃいい活動ですね。いやいやいや、なんか今感動しちゃった。お金とありがとうを交換するっておっしゃったじゃないですか、はい、それってなんとなくイメージはできるんですけど、どういうことですか、具体的に言うと。そうですね、なんだろう、なんかよく私よく投資の話をですね、分かりやすく話そうと思って、結構そういう話するんですよ。で、よくコンビニを使わせていただくんですよね。で、はい、あとお金とありがとうは交換するものでもあるし、お金っていうのは人を応援するものだっていうものも話してるんですよね。はいはい、でじゃあどういうものが身近にあるかっていうと、例えばふらっとコンビニに行きますと、お店の中に入りますよねと。で入ると雑然とっていうわけじゃないですけど、何も考えずにお店に入っていったら、いろんな商品並んでますよねと。で自分が買いたいものを買うわけなんですけども、だけどそこにある商品って何千種類もあるわけじゃないですか。そうですね。でその何千種類もある商品っていうのは、実はその裏で、みんなのために役立ってもらえるように、何回も試行錯誤して、実験とかもするし失敗とかもするし、その中で唯一これだったら人の役に立ってもらえるっていうものが、日の目を見てですね、店頭に並んでるわけなんですよ。うん、だからお店に入った瞬間応援されてるんですよ、商品。なるほど。あとお店の人に。おお。そう思うんですよね。うんうん。うん、でそこで、ありがとうって言って、商品を、手に取って、これをお願いしますって言って、お店の人に渡すわけじゃないですか。そうですね。はい。でね、はい、うん。そうすると、今度は、そのお客さんとお店 の, そのスタッフの間でありがとうと、お金のやり取りが始まるんですよ。あ、確かに、はい、うん、これで頑張ってねって言ってお金を渡して、それに対してありがとうって言ってお商品を渡すと、でそれに対して今度また商品を受け取って帰るときありがとうって言うじゃないですか、はい、うん、っていうのが繰り返しされるんですよね。だから、うん、この世の中、そのお金とありがとうって常に循環しているものなんですっていうようなことをお話ししてるんですよね。はあ、なんかすごい心がね、あったかくなりましたよ。すごいほっこりしたなって今聞いてて思ったんですけど、確かにそうですよね。お金を渡すときとかもらうとき、これ消費者側の目線ですけど、はいはい、にありがとうっていう言葉が確かに交わされているし、なんか今素敵だなってより思ったのは、そのお店に並んでる商品っていうのは、もうすでにいろんなね、なんか選抜、それこそ選抜とかこうくぐり抜けてきた猛者たちで、そう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 、でもう応援されてるっていう、そのなんか表現がすごいなんか常先生っぽい、あったかいなと思いました。そうですよね。そういうふうにそのお子さん方に伝えていらっしゃるんですか？そうですね、お子さんとそこに一緒に行ってくるお父さんお母さんたちにお話をしてますね。あ、素敵だな、うん、そうするとみんなどんな反応するんですか？説明が分かりやすかったっていうふうに、ん、なるんですけども、はい、分かりやすすぎてかなんか分かんないですけど、なんか
あ、ダメですね、これやめときましょう。あれ、そうなんですか、ここまで言って。いやいや、まあ、分かりやすかったのはすごいいいんですけども、そこから先になんかもうちょっと話聞いてみたいなとかっていうのが本当は来てほしいんですよ。あ、まあそれはそうですよね。、うん、それはそうだ。情報提供する先にはやっぱりもう一段階ステップがね、そうそうそう、あるのが通常ですからね。まあ、なんかね、あの、もう全部言いたくなっちゃって喋っちゃうんですよね。うん、わかる。それはね、なんでかって言ったら、はい、ジョー先生はやっぱり誰かのお役に立ちたいんですよね。そうそうそうなんです。そう、だから喋っちゃうんですよね。だって本当に助けようとかサポートしたい、支援したい、応援したいと思ったら、いっぱいその人のなんかためにじゃないけど情報を伝えたいって思いますもん。思いますよ、やっぱり、ね、でもそこはやっぱりなんでしょうね、お金と交換しないとありがとうは。その通りです。おっしゃる通り。そこまた難しいんですけどね。まあ、これが例えば10円のうまい棒とかね、今度値上げするって言われてますけど、はい、はい、とかだったら、まあ結構トライアルで買ってみようかなとか、まあ、1回ぐらいだったらとか、まだ買ったことない人からするとですけど、あとお子さんも、まあ、手が出しやすかったりしますけど、そこそこのね、高額商品になるとね。ちょっとそう簡単にいかないというか。そうなんですよね、まあ、うん、そこから先もっと聞くこといっぱいあるんですけどね、なんとなく、うん、分かった気にさせてしまってる私がいけないのだと思うんですけども。あ、そっか、そこはなんかいろいろときっと工夫のしがいがありそうな気はしますけどね。機会があったらぜひ聞いてみたいです、そのお金の話。ぜひはい、っていう風に、なんか例えばあれなんでしょうね、はい、そのまずそういう話をして、で、まあ、お子さんにっていうよりはもしかしたらこう大人に対して話をして、じゃあ一回もう少し踏み込んだ話聞いてみようかなっていう部分が、この聞いている人の心の中に芽生えるような、なんでしょうね、なんか落とし込み落とし方、そうそうそう、うん、ができれば、あるいはジョー先生にも本当興味を持つっていうか、うん、そういう風になったらなんか良さそうですよね。そうなんです。で、はい、でそんな話を、私がよくコラボをしている、ウェブセミナーとかもやってたりするんですけど、今子育ての方とですね、子育てセミナーの方、教える方とコラボをしたりとか、はい、あとベビーマッサージをやられてる方とコラボをしたりとかですね、はい、絵本の読み聞かせとかをやってる方とコラボをしたりとか、まあ、いろんな方とやってるんですよ。お、はい、でそんな中の、あとそうだ、性教育もやってます実は。すごい、はい、それも大事ですよね、うんうん、ちゃんと知らなきゃいけない。そうそう、普段聞きたいけど聞けない話をですね、うん、一緒に聞けるっていうセミナーをですね、いや初めて、でその先生に、うん、まあこういうことなんですよねって相談、話をしたら、はい、話が完結しちゃってるのがいけないんですよって言われて。あ、そっかみたいな。あ、納得してる。あ、そっかみたいな。それはご自身で、あ、そっか納得だってなるんですか。そうそうそう、なんかもうちょっとこれ聞いてみたいなって、もうちょっと踏み込んで、もっとハードル下げて、言ったらいいじゃんって言ったら、あ、なるほどねって思って、あ、なるほど、ではうまくいったんですよこれが。またえ、すごいすごいすごい。うまく弾き始めたんですよこれが。お、すごいじゃないですか、さすが先生。いかになんか難しく話をしたんだろうなっていうのは、ちょっとそれを通じて分かったんですけども。へー、いい気づき。はい、うん、じゃあ今は結構次につながる感じになってきたんですか。そうですね、おかげさまで本当にすごい。それもぜひ聞いてみたいなと思いました。聞きに来てください。はい、
機会があれば。オンラインでやってらっしゃるんですか、それ。それとも対面ですか。オンラインでやってます。オンラインでやってます。そうなんですか、すごい。じゃあ、場所問わず、はい、時間問わず、あ、時間というか、まあまあ、まあ、ある程度の常識的な時間帯で、はい、で、まあ、お子さんがいらっしゃる方は、お子さんと親御さんで聞いて、そうですね、でそれ以外の方でも、ご興味があれば参加できる感じ。はい、おお、じゃあ、あれですね、なんか、その、情報とかがね、もしあれば、ご共有いただけますと。はい。はい、幸いでございます。そうするとリスナーさんの中でももしかしたら聞きたいっていう人が出てくるかもしれないので、うん、ありがたいです。たまに PTX で出してますので、はい、何あ、PTX? はい、PTX 出します、はい、はいはい、イベントのアプリですよね。はい、はい、見かけたらぜひお願いします。あ、ぜひぜひぜひ。いや、やっぱね、さっきのお話じゃないんですけど、お金の話って本当に私も恥ずかしながら数年前にようやく、あ、めちゃくちゃ大事かもって分かってきたんですよ。これってそのそれがいい悪いとかっていう話じゃなくて、結構同じような人いるんじゃないかなってやっぱ思っていて、はいはい、で日本って本当にお金の教育が遅れてるって言われますよね。だからそのなんて言うんでしょうね、単純に、まあ、さっきのその物のやり取り、物とお金のやり取り、ありがとうのやり取りっていうのはすごく分かりやすい例えなんだけれども、それ以外のその経済っていう側面で見た時のお金って、あんまりそのルート流れを把握してない人たちが多いんじゃないかなと思ってまして、で私もじゃあその資産形成とかっていう観点でもそうなんですけど、お金に対してもっと興味を持たないといけないなって思ったんです。ようやく。おっそみたいな。いやいやいや。そう、なんか保険はね、昔から、昔って言っても、まあ、まあまあまあ、7年、8年前ぐらいなんですけど、はいはい、から、まあ、自分にかけてますけど、なんかそれでやった気になってるっていうか、でも実際それって、何も分からずにやってる人も多いじゃないですか。そうですよね。うん、つい、そう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 。で、なんかそれが、まあ、最終的に自分にある程度払い続けてれば返ってくるぞっていうぐらいの淡い理解でしかなくて、で、それがね、そもそもその投資の話をそれこそ聞いたときに、投資と投機の違いっていうのを教えてもらって、はい、はい、はーみたいな。初めてその違いがね、分かったんですよ。もうそういうのも分からまだ分かんないっていう人も多いんじゃないかなと思うから、はい、張先生の活動はとっても大事だと私は思ってます。うん、ありがとうございます。こちらこそ。そう言っていただけると。ちなみに何歳ぐらいのお子さんから対象になるんですか、そのお話は。ですね。小さい子でどれぐらいだろう。4歳5歳ぐらいの子からかな、あの参加してくれてますね。すごい。上は今までで一番上だった、どれぐらい、小学校5、6年生が一番最年長ですかね。で、うん、ですね、で学童とか保育園とかでもやらせていただいたりとかもしてるので。へえ、はい、それはすごい。それは保育園とかに呼ばれて行く。そう、もともとその保育園の、はい、運営側の人と、うんうん、知り合いというか、まあ、仕事でつながっていて、でそこでそういったお子様向けの、うん、そういうお金の話ですとか、はい、そこに来ている親御さんですとか、うん、あの保育士さんの方とかに、うんうん、あのそういった話をすることによって、うん、やっぱり保育士さんもそうやって下手したら親御さんよりもお子さんと関わる時間長いじゃないですか。そうですね、うんうん、あ、そういった大変な仕事をしているのに結構その、ね、労働環境があんま、うん、あの決していいものではなかったりとかっていうのとかもあるんで、そういうお子さんを育ててる方にもちゃんとよく、なんて言うんだろう、豊かに暮らして
欲しいなっていうので結構そういう話をさせていただいてるんですよね。わあ、大事ですね。やっぱあんまりあれですもんね、その給料の額で言うと決して高い方ではないですよね。そうだと思う。水準っていうとね、うん、まあもちろんその業種的な特徴もあるので、なかなかね、そう言ってもすぐに解決できることではないかもしれないけど、じゃあその単純になんか多い少ないとかじゃなくて、で今その得ているお金をどんなふうに活用していくのとか、どんなふうにそれを向き合っていけばいいのかとか、そういう観点で話が聞けたらすごく身になりそうというか、なんか大切だなと思います。そうなんですよ。そう思うますよね。思います思います。いや、これめちゃくちゃガチで思いますよ。もう やっぱりですね、素晴らしいんですよ、はい、やっぱ保育士さんって。もう教育が高い、うん、あのやっぱり保育士になるために勉強っていうか、うんうん、その専門の、まあ、勉強するじゃないですか。しますね。でやっぱり保育幼稚園の先生と保育園の先生ってやっぱ違ってて、特に保育園の先生なんかは講師の心っていうのをめっちゃ叩き込まれるんで、はい、なんかもう自分以外、もう自分はどうでもいいと、うんうん、周りが良ければいいっていうような感じで頑張ってしまうんですよね。ある意味それは素晴らしく尊い話だけども、と同時に自分を犠牲にしてしまうというか、必要以上に。そうです、うん、そうなんです。なので、そうやって奉仕する人だからこそ、少しでもなんかもうそのご褒美じゃないんですけど、豊かな生活をよりワンランク上を目指してやってほしいなって思うんですよね。うん、確かに。もうでもなんかちょっとこう素人目線で気になる話として、はいはい、さっきもお伝えした通り、あんまりその業界的な給与水準が高くないじゃないですか、うんうん、ってなった時に、これコンビニでもある意味言えるかもしれないんですけど、うん、どうやって豊かな生活を送れるようになるんですかね。これって比較的まあ、難しいようでそう難しくないんですよ、ね、難しくないんですよ、うんうん、というとその計画を立てるっていうことと、うん、知識を高めるっていう、その生きていく上での知識を高めていくっていうことをしっかりとやっていけばお金は増えるんですよ。なるほど。はい、うん、要はその目的を持たずにただやみくもにお金を貯めようと思ってしまうと長続きしなくて、うん、よくちまたにあるようなそういう投資の商品とかもあると思うんですけど、はい、やめてしまったりすることもあるんですよ、うん、でああいう商品って本当は長い時間かけてちゃんと増やしていきましょうねっていう商品なんですけども、はい、それにもかかわらず日本で持っている平均のその運用期間っていうのがだいたい4年とか言われてるんですよね、うん、あ短いですね、はい、全然増えてかないですね。増えてかないですよ。増えてかないんですよ、うんうん、そうか、うん、だからちゃんとそういう自分がどういう風な生活を送っていきたいかとか、うんうん、まあそれがゴールが例えば老後の退職とかっていうところまであるとするならば、そこまでしっかりとある程度考えておいて、その間にじゃあその方って働くために生まれてきたんですかっていうと多分そうじゃないと思うんですよ。そうですね、うんうん、生まれてきていろんな、まあ、ものを体験させてもらったりしていく中でこんなことしたいあんなことしたいっていうことがあって、うん、そうやって長く生きてる間にいつの間にか忘れてしまって、思い出した頃にまたあこれやりたかったんだなっていうものが多分あると思うんですよ。うん、確かにそうかも、はい、うん、そういうものをなんかしっかりと見つけ
て、それに向かってじゃあどういうことを準備してたらいいかとか、やってったらいいかっていう計画を立てていくっていうのが大事で、それに対してそのいろんなその金融商品っていうのがあるので、うまく使うことによって増えていくっていうのが流れなんですよね。だからそれがじゃあお金持ちしかダメなのかっていう、一般的に言われるようなお金持ちの人じゃないとそういうふうになれないかっていうと、決してそうではないんですよ。うんうん、もう本当に何て言うんだろう、そのまあすごい不安、例えばそのね、時給850円とか900円とかで働いている、まあ、パートさんで、週3回働きに出てますっていう人でも、ちゃんと長く貯めていけば大学の学費ぐらい出ちゃうんですよ。お、作れちゃうんですよ。うんうん、だからその自分はできないって知っていうのと、あともう鼻から自分はもうそういう世界には関係ないみたいに風に思ってしまうことがあんまり良くなくて、うん、それをちゃんとハードルを下げて、我々もそういうのって人事じゃなくて、みんなでみんなできることなんですってのちゃんとハードルを下げて話をしていかなきゃいけないんだけれども、まあ、なかなかこういったお金の話っていうのがやっぱり昔から言われているように隣の人には聞けないみたいなところもあるし、はい、外で口にするような話、言うんじゃありませんみたいな感じに育っていくみたいな感じになっちゃうと、はい、まあ、閉鎖的になっちゃうんですよね。確かに、うん、で、まあ、4月からですよね、高校の家庭科の授業では金融っていう授業も新たに入りますし、はい、うん、これからお子さんの方がしっかりと知識を高めていく中で、うん、まあ、大人の方もしっかりと自分たちは全然勉強してないわけだからしましょうねっていうところで、うん、何かのきっかけでそういうことができたらいいなっていうことで、話が最初に戻るんですけども、はい、そういう子供お子さんとか子育て世代の方にお金とありがとうは交換するものなんだよっていう活動をやられている、うん、ところで入らせてもらったっていうのが今になってます。なるほどね、はい、いや本当に大事ですね。なんか、まずそのなんていうんですか、給与の額が、まあ、例えば少ないから私には無理だっていう考えではない、その自分で、じゃあ自分の範囲でできることは一体何なのかっていうことをまず考えるようにする機会を持つっていうことが大事だってお話だったんですけど、私も最近何でしたっけ、月額月3000円ずつこうなんか貯めていくっていうか投資していくっていうの、結構有名なベストセラーの本があって、でそれを読んだんですよ。でまあ、やり方はいろいろあるんでしょうけど、その3000円、月3000円でもいいんだっていう、それで何もやらずに、なんかそう自暴自棄になって、それこそ、まあ、今あんまり飲みには行きにくいですけど、はいはい、その3000円使ってねご飯食べに行ったりとかするともうただ、まあ、循環はするけど経済的に、でも自分の手元はには残らないじゃないですか。でもそれを同じその自分の財布の中からなくすんだけど、一旦将来のためのお財布に入れるみたいな、うん、でそれを運用してくれる人っていうのがやっぱプロフェッショナルでいるわけで、うんうん、その人たちに長期間預けていくと、うんうん、いう行動をすることによって、はい、自分自身が普通に頑張って働いてるだけだともらえないお金が、それこそさっき学費っておっしゃってましたけど、はい、溜まってくっていう、そのなんか流れとかそういう存在を知ってもらわなければなかなか行動って変わっていかないなっていうのがあったから、はい、それは本当なんかもっともっとこう積極的になんか皆さん聞いた方がいいんじゃないかなって思います。そうなんです、うん、本当にもうよくかかりつけ医なんていうので例えられるんですけども、うんうん、はい、家の近所に
まあ、お医者さんがあれば風邪ひいた時にそこに行けばいいよねっていう感じで行くと思うんですよ。 はい、それと同じようにファイナンシャルプランナーも、うん、まあ、一家に、まあ、一人そういった形で何かあった時に相談してもらえるっていう信頼できる人をまあ、つけておくっていうのはすごい大事なのかなっていうのはありますね。確かに、そういう人、そう、さっきもね、やっぱそのご近所に話すわけにいかないし、そうなんです信頼できる人って、はい、お金のことを喋れる信頼できる人って、正直自分で見つけるのってなかなか大変だったりしますよね。難しいですね。本当にたくさんいまして、本当10人といろいろんな方、うん、特徴もあると思うので。だから、なんかこうやってお話を例えば今ラジオを聞いてくださってる方がいて、はい、で、あ、城先生なんか良さげだなって思ったら城先生に一回話してみるのもこれは一つきっかけとしては本当にありですよね。そうですね、本当に、うん、今はこうやってオンラインでも、うんうん、私もですね、北は北海道、本当南はどこだっけな、石垣島だ、あ、そうそう、石垣島まで、はい、お客様がいらっしゃいますので、はい、こうやって話をして、うん、やっておりますので、ぜひそういった方は私のところへ訪ねていただければかなとは思いますね、うん、そうですね、なんか少しでもお金に不安があるな、お金のことで不安があるなとか、本当はこういうこと聞いてみたいんだけど、でもこれ今更聞けないんじゃないかな、みたいなことでも OK ですか？もちろんです。お、いいですね。意外とそういうところの方が大事だったりします。ああ、そうなんですね。そっか。まあ、そうですよね。自分で調べるって言ったって限界もあるし、なんか調べ方も自分の癖がそのまま乗ってくじゃないですか。だからそれこそ検索の仕方一つで全然回答とかも見え方も変わってくるでしょうからね、はい、だったらいろんな側面を知っている方に聞くのが一番早いし確実なんじゃないかなと、うん、もう本当そういう、それこそ本当なんかね、近所のコンビニじゃないですけど、そんな感覚で本当に頼ってもらうのがいいかなと思いますよね。うん、ですよね。その、まあ、例えばお金貯めていくとか、お金を自分で運用してみようという方法の一つに、まあ、投資の商品があったり、まあ、投機と呼ばれる保険の商品があったり、本当にいろんな手段がありますよね。そうですね。投資と投機、そもそもやっぱり人を応援するものかそうじゃないかっていう感じ、イメージで私は持ってて、やっぱり投機っていうのは比較的もう短時間の時間差で売買をするもんだっていうものなんで、そこに対してなんか遠い親戚じゃないですけど、遠いところで考えたらなんか人の役に立つ部分もあるだとは思うんですけども、やっぱり人の役に立つっていうもので人の役に立ちながらちゃんと自分の生活も豊かになるっていうところであったら、もう投資の方がいいっていうふうに思うんですよね。確かに、そうですね。じゃあなんかデイトレードとかっていうやつは、あれはどっちなんですか？はい、投機ですね、完全に。あれは投機なんだ。はい、うん、いわゆるもう、まあ、当たるか外れるかっていうもんになったりするんで、うん、もう投機、ニアのもうギャンブルみたいな感じなんで。ああ、そっかそっか。じゃあその時間的な意味合いだったりとかで捉えてみると、まあ本当に早く結果が欲しいっていうんだったら、そのデイトレードとかそういう短期的な、まあ、お金の運用の仕方というか、運用っていうのかな、なんかその扱い方を勉強すればいいかもしれないし、もうそういうのはなかなかやっぱ一握りの人しかね、なんか特技ですっていう人は現れないような気がするので、もうあれですよね、うん、もう家でずっとそれこそ、うんうん、見てないといけない、見張ってるような感じになっちゃいますよね。ですよね。ちょっとその差というか一瞬の差で大きく変わることもあるでしょうから、それで言うとほとんどはやっぱり仕事だったりとか家事だったりとかいろんなところに時間を使っている人は、やっぱりお金が、まあお金を、なんていうんですか、
お金に動いてもらうというか。そうです、そうです。おっしゃる通りです。自分が動くのではなくて、自分が他のことをしている間にお金が動いてるっていう環境を、そうですね、うん、まあ、中長期的に作る方がいいと。うん、やっぱりそうやって共働きの方とかもそうですし、うん、ね、まあ、共働きじゃなくても一人で一生懸命働いてる方も、もちろんなんですけども、はい、そうやって自分の体一つでは増やせないものをお金さんに働いてもらって、うん、自分が働いてる時にお金さんも働いてもらってしっかりと、ね、資産を増やしていくっていうところなので、本当忙しい方向けのものが本当投資っていうものですよね。なるほど。でしかもなおかつ働いてもらってるのにプラスしてちゃんと、人を応援することにもつながってるっていうことになるから、うん、そんなになんか素晴らしいことってないですよね。うん、確かにそうですね。お役に立ててるわけですね。そうなんです、お役に立ってるんです、まさにね。はい、わー素敵。そういう目線で保険とか、ね、そういう投資商品を捉えることってあんまりなかったかもしれないなと思います。今日もその育児関係の方の仕事をしている人とですね、うんうん、はい、ちょっと話す打ち合わせの機会があったんで話をしたら、やっぱり、はい、もう目先はやっぱりお金を貯めることとかに頭がいっちゃうようなんですよね、うん、はい、なのでその本質っていうところのところをなかなかやっぱり、うん、まあ、注力してもらえないというか、うん、っていうのがやっぱあるんだなっていうのはあったんですけども、はい、まあ、でも取っかかりとしては、まあ、その方がなんだろう興味持ってもらうっていう観点では入り口ではどちらでもいいのかなとは思うんですけども、ただまあ実際にその専門家が入った中で話をしていく中ではしっかりとそういう本質っていうのを見極めるような話はしてもらいたいななんて思うんですよね。うん、確かにそうですね。いやー、なんかすごく勉強になりますまだまだ足りないなと思うぐらい奥が深いこのお金の領域でいて、かつ人を喋る人は選ぶ、はい、だからこそ優しく丁寧に、かつその応援という目線でね、こうお話をしてくださる方っていうのは本当に貴重だなと思いますし、うん、上先生がねもっといろんな方にも知ってもらって、あちこち全国で、まあ、今オンラインですけど大活躍されることを私も少しでも応援できたらなと思います。ありがとうございます。あ、本当、まあね、忙しいとは思うんですけど、本当こうやってコンビニで働いてる方も多分聞かれてると思うんですけども、ね、うん、そう、特にそういったたくさんの人のために役立ちをして働いてる方には特にやっぱ頑張ってもらいたいなと思ってるし、うん、そのね、仕事を、まあ、もしなくなってしまったら他の人って生活できていないわけですから、うん、やっぱりそういった方々のためには本当お役立ちになりたいなって思っているので、はい、はい、ぜひぜひというところではい、ぜひぜひですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、なんか最後にこれは言いたいっていうのはありますか？これは言いたい、そうですねもう本当にこれ、あ、そっか、まあね、宜野湾の方を中心にですね、放送されてると思いますけれども、本当、うん、やっぱ全国どこでも同じようなやっぱ情報っていうのがやっぱ行き届かなきゃいけないと思うし、はい、一部の人だけの情報でもあってはいけないと思うんですよね、うん、お金のこともそうですし、まあ、他にもいっぱいあると思うんですけどね今お金の話になっちゃってるんですけど、はい、うんうん、そういったのを
まあ、私みたいにそうやって今は本当オンラインを中心に、いろんな相談を受けたりするんですけども、そういった方がこういうあの情報ツールをどんどん駆使してでもいいので、少しでもなんかあの入ってこれ、あの話に入ってこれるような環境とかっていうのを作っていかなきゃいけないんだろうなとも思いますし、あとはあのこういう機会を通じてですね、あのよろしければ私の方にぜひっていうのもありますので、うん、はい、ご相談いただければと思います。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日のコンビニラジオのゲストは、ジョー先生でした。またぜひ、今度は生放送で喋りましょうね。ぜひ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる。牛角宜野湾店、好評営業中。FM 小里、FM 宜野湾を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ジョー先生との対談いかがだったでしょうか。結構ご経歴とか思いの話を中心に伺ってるような感じではあるんですけども、でもね、お金って私も最近本当に興味を持ち始めることがようやくできたっていうんですかね。そのお金が嫌いとかじゃなくて、汚いとかじゃなくて、本当に知らないことがいっぱいで、いかに自分が知らなかったかっていうことを最近痛感させられております。で、私自身保険ですとか、あと積み立ての投資信託ですとか、長期にわたってお金を増やしていける、資産を増やしていけるための動きをやっております。まあ、暗号通貨もねやってて、もう本当になんかこの 4,5 年ぐらいでものすごい価値が上がって、まあ、私としてもホクホクってほどでもないんですけど、すごい倍になってるなっていうのがあるんですけど、いやーでもね、お金って本当になくてはならないものですし、またね、これもっともっと多くの人に教育っていう形でいろんな人が今伝え始めているので、ぜひ皆さんもこれをきっかけに、まだあんまりお金のことを流れよく分かってないなっていう方は、お金の教育受けてみていただくといいんじゃないかなと思います。ぜひジョー先生、私経由でご連絡いただいても構いませんし、ツイッターでしたら、あの今回私のこのラジオの番組の告知のところでジョー先生のアカウントも入れてありますので、そちらも見ていただいて直接ご連絡をいただいてもよろしいかと思います。
ということで、ウィークリーコンビニラジオ、本日もお付き合いいただきありがとうございました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。来週は生放送でお届け予定です。それではまたお会いしましょう。